も。おはようございます。もう昼ですけどはい、今日は夏なので海に行こうと思います。下関の角島ってご存知ですか？有名なところ。そうそう、景色がいいとこなんですけど、ドライブとかして一泊するんですけど、二日目に海に行ってちょっとマリンスポーツとか BBQ とかしようと思います。イエーイ。今日は女子二人でやっていきますんで、よろしく。よろしく、はい。ちょっとね、さっきまで雨が降り寄ったんですけど、ちょっと止んできたね。ね、ね、いいじゃん、いいじゃん、ね、雨女二人おるけどとりあえず今んとこ大丈夫みたいです。です。じゃあ行ってきます。行ってきます。グランビスタ角島到着。ここでトゥクトゥク乗れるみたいです。角島トゥクトゥクに乗って角島巡りだって。乗れるかね、小雨やけど、ね、おい、おめよいちゃん。とりあえずさ、私も大橋は行きたいよね。行きたい。トゥクトゥク乗ってみます。とりあえずブレーキ踏んで、うん、スタート。あの、うん、バイブっぽい。はーい。ハンドル重いやろ。ハンドル重いね。え、うん、なんかさ、手でさアクセルするのがあんま慣れんけんさ、うんうん、結構なんかどんな感じでスピード出したらいいかわからんね。ねえ、でも結構スピード出てたよブンってめっちゃ飛ばすやんって楽しかった。気持ちいいね。うん、角島大橋に行きます。はーい。おー、重っ。あー、ハンドルが重い。うわー、ちょっと待って。行かないね。入りますか。はい、行きましょうか、はい。なんかあのゴルフのカートと思って乗ったらダメやわ。危ないです。危ない。とりあえずいいんじゃない。あ、上手やん。やろ、バック駐車じゃないっけ。はいはい、戻ってきました。暑い。楽しかったです。はい、お疲れ様でした。ここ何回もぶつけます。はい、ここちょっとね、海へ羽ばたく翼。似合ってる。似合ってる。似合ってる。はい、
テル到着です。西長門リゾートです。めっちゃ海見えます。角島大橋も一望できます。いい感じ、いい感じ、うん。117号室だよ。いいな。あ、おすごいすごいすごい、おーめっちゃいい、すごい、めっちゃ海見えるやん。客室から角島大橋が丸見え。これはすごい、めっちゃいい。ほんとね、もうちょっと晴れてほしかったね。それは言えてるね。三つの卵っていう養鶏場屋さんがやってるシュークリームを買ってきました。オープン。めっちゃがっつりいくやん。かわいい。美味しそう。はい、いただきます。ちょっと待って、ごめんなさい、めっちゃクリームが飛んでった。いただきます。いや、もう出したよね、ちょっと。美味しいね。多分やっぱ卵がいいんやろうね。はい、幸せの気分になれます。よかったです。ちょっとこれベランダみたいな出るとこがあるんですよね。見て、ちゃんとサンダルがついてる。ほんと、わあ、いい。こうやって行けるのかな。海水浴でももう泊まった人は無料で入れるみたいよ。すごいプール深くなさそうやね。砂浜、うわ、なんか海久々すぎて、すごい久々なんやけど海ねえ。去年は無理やったっけ、ね、うわー、ちーちゃん、あー、ちょっと足だけ入ろっかな。いくよ。はい、ねえ、すごい綺麗。ワカメが、ちょっと水かけていい？まさかやね。ういっ。あ、今ちーちゃんにいじめられています。いじめられているんです。もう早い、消えた。おつまみタイム。イエーイ。イエーイ。太る気満々。乾杯。乾杯。うま。うま。酸っぱい。あ、ほんと？うん。